暗いわ。こんばんは。本日ゲストということで呼んでいただきました、ララミと申します。よろしくお願いいたします。今日は元気な皆さんがたくさん応援に来てくれているので、きっとシンガーの子たちというかアイドルの子たちもとても元気にパフォーマンスができているんじゃないかと思います。ということで、少しの間私のステージにもお付き合いいただければと思います。皆さん準備はいいですか？はい、ありがとうございます。まあ準備が、私はあれですけど、ちょっとこれね、はい、いいよ、ごめんね、これスタンドマイクが出てるのを忘れてました。というわけで、和気あいあいとゲストのスタッフさん、そしてお客様と共に進めていきたいと思います。それではよろしいでしょうか？はい、聞いてください。 Time goes on。Thank you.
とうございます。なんというか、そう、すごい最初の方からですね、もうこのアイドルさんをずっと応援していきたいというオーラが満ち満ちたお客様と、もうバチバチ目線が合いまして、とても私はなんというか刺激されております。ネクストステージオーディションということで、やっぱりオーディションと名前のついているこのイベントですから、なんというか普通のイベントとはちょっと違う緊張感みたいなものがあるなと思います。こうビシッと出演者の皆さんが整列して挨拶をした時なんかは特にそんな風に思いました。私も、かつてオーディションを受けまくっていた身でございまして、東京にも自腹で行って面接などをしたことがありました。今でもチャレンジ精神は忘れてないんですけれども、今日ちょっとびっくりしたのがですね、まさきちゃんさっき出てたじゃないですか、すごい古い知り合いなんですよ。まさかこんなところで再会するとは思わず、カクカクしかじかはまたいつかの機会にお話しするとしてなんかね、その切磋琢磨していた頃の仲間がまた同じこのステージで会えるっていうのはとても嬉しいことだなと思います。ということは私も年を取ったということですねそれでは続いて聴いていただく曲ですが、はい、そうですね、言わないでください。私が、はい、いいかい、いいかい私がですね、4月の末にリリースした、ニューシングルとなっております。ちょっぴり切ない、恋心をですね、小悪魔チックに表現したチューンとなっておりますので、お聴きください。ピンクマーカー。
いや本当にこのオーディションとても盛り上がっていて、なんというか普段ですね、こうニコニコっとしてりゃいいだけじゃやっぱりないわけですよ。こう勝負するときはガツッと勝負に行かなきゃいけない。で、まあいろいろ皆さんにお願い事をしなければいけない時もあります。でもね、そんな中でもこう皆さんがですね、こう一生懸命パフォーマンスをしたことに応えてくださるのがやっぱりオーディションの結果じゃないかなと思いますので、なんというか、ここに出ている人たちみんな、これからもこうどんな結果であっても頑張っていただいて、そしてまた何年か後とかにどこかで再会できるとか、そんなような、風になっていければとってもいいのかななんて思っちゃって、今日はこのステージをですね、私次の最後の一曲で終わらせていただきたいと思います。今日の主役は、今日ですね、ステージを彩ってくれた、今日は、オーディションを受けに来た人たちでございますので、私はちょっとだけお手伝いができればいいなと思ってます。そんなわけでですね、1個だけ言わせてください。今月の29日なんですが、水曜日の夜6時半から11時頃までロングで開催しております、私のワンマンライブが初めてこのデュースで行われます。なので、そうなんですよ。長くやってますので、どんな時間に来ても楽しい構成にしています。途中で帰っても途中から来ても全然構わないので、デュースにですね、29日に遊びに来てもらえるととても嬉しいなと思います。簡単にそのご紹介だけさせていただいて、最後は皆さんへの感謝を歌って終わりたいと思います。それでは最後の曲を聴いてください。ありがとう。